こんにちは、即家塾の久保です。今回は生活保護中に貸していたお金が返ってきました。このお金の使いについて、これが所得になるのかならないのかっていうことでね、コメント欄に入っていましたんで、私の方から改めてこの動画で考えていこうかと思います。ね。人から貸していたお金が返ってくるって結構ね、臨時収入みたいで嬉しいですよね。 でもこれってそもそも自分の所得が上がったわけではなくてもともと自分の所得だったものが他に移転して帰ってきただけなんで正確に言うと所得ではないんですよねでもいろんなケースが考えられます生活保護を受けている最中にお金を貸してそれが帰ってきたんならこれまるまるお金を貸したわけで帰ってきたっていうのが所得ではないってことがわかりやすいんですけどもでもね生活保護を受ける前に人に貸したのが その後いろいろあって生活保護を受けるようになっちゃった。そしたら不意に以前貸してたお金が返ってきたら、これは所得になるっていうふうに見なされることもありそうですよね。そこでですね、生活保護中にお金が入ってきたら、それがね、貸してたお金だろうがどうだろうが、入ってきたら所得ってみなすのが原則的な考え方です。これはケースワーカーさんがついていらっしゃいますので、その人とどういうふうに関わっていくか、 そしてケースワーカーさんが担当の課長とかにね、上司の人にどういうふうにそれを報告したかによって、まあ、おおむね、裁量です。気持ちによって変わるってことなんですよ。だからね、どちらのケースもあるんですよ。貸してたお金が返ってきた。それいいんじゃないの別に所得じゃないよ。もらっときな。っていうケースもあれば、いや、それはもう所得にしましょうと。貸してたお金がどうだろうか、借用書あるんですかないんですか口約束ですかじゃあ、所得ですよねと。一時的にでも、 収入が上がったっていうふうに見なしますよっていうふうになるのかって分かれるんですよでね原則として所得になるだからこれを原則を逸脱して所得じゃないよって認めてもらうのはケースワーカーさんとしても担当の課長としても面倒くさいことなんですよだから原則それは所得ですよって見なした方が仕事が増えないんで楽なんですよそういうバイアスがあります、ね、それを前提にあ この人のの人生活保護の状態はすごく真面目だな、しかも人間的にも好きだななんとかしてこれを所得じゃなくって例外的に貸したお金が返ってきたっていうふうに解釈してあげようっていうふうにまずケースワーカーさんが思うことそしてそのケースワーカーさんの判断に印鑑を押す上司の人ね多分課長だと思いますけどもその人が「そうだよね」「その人のことは私もよくわかってるよと」とだからこれは所得じゃないっていうふうにしてあげようよっていうふうになるかどうかなんですよ。 でもはっきり言って担当のケースワーカーさんや責任を取るべき上司の課長さん面倒くさいんでやりたがらないですだからそれまでね生活を受け,受けてらっしゃる方がどういう付き合いをしていたかってことが一つ心情的にかなり、えー、関わってくるってことですかねその他ですねこんなケースがあります帰ってきたお金が少額の場合数万円の場合ですよねまあ自治体によってそのどのぐらいが少額かっていう判断これまたね判断分かれるんですよ 3万円とか5万円が昇格だっていうところもあれば20万30万が昇格だってこともあるかもしれませんねその基準は非常に曖昧なんでちょっと調べても全然出てこなかったんですけども一般的には数万円程度までの昇格のお金が返ってきた場合は所得にカウントされないことが多いですだからまあ3万とか5万ですかねこのぐらいは貸したお金が返ってきたよって言ってもいやいやそれはもらっときなさいよっていうのがまあ通例だということですよねまあそれでもねそれは所得だって えー、言っってらっしゃるるところもあるんですけどもね、はい、それが2つ目返済義務がない場合ですね誕生日のプレゼントとか選別みたいな形でお金をもらいましたねそこはもういいじゃないかっていうふうな考え方が多いです例えば正確に言うとお正月におばあちゃんからもらったお年玉お孫さん3歳5歳がもらってわあって喜びますそれも課税だそうなんですよ贈与、ね、税なんとかなるんですよね正確にはね でも習慣として通例として選別ですとかねまあそういったねうん行事に関わるものまでくと課税するのはいかがなもんかってことで、まあ、通常そこまでね課税は受けないです発覚しても追徴課税とかはもうないですただお年玉と称してね莫大なね数百万数千万でいう金額をおばあちゃんからお孫さんへってことになるといやいやそれはちょっと贈与でしょうとか生前贈与に当たりますよみたいな感じになる可能性は非常に高いですだから 金額なんですよね。金額ってのは感じ方がみんなそれぞれ違うんですけども、ここはね、何なんでしょうね。うん、よくわからないですけども、そういった判定基準があるということでございます。三つ目、特定の目的に使用される場合、これも、まあ、いいんじゃないのと。別に所得じゃないよっていうふうに言われる可能性があります。例えば、病気療養費とか、冠婚捜査費などね、あの、 確かにお金をもらった形もしくは貸したお金が返ってきた形になったんだけどもそのお金がまるまるすぐに消えちゃうよみたいなね、うんまあ、そういう場合でしょうかね特定の目的に使用されることが明らかな場合は所得にカウントされない場合があるってことなんですよ、まあ、ですんで普段からケースワーカーさんとすごくいい関係を持っておいてですね手心を加えていただけるような心理状態にしておくことが大事ですいつもケースワーカーさんとあんまり関係がよくないとね もう本当にね厳しい査定しかしてくれなくなりますからひ、うん、いてはあその上司の人ですよね課長ですよねそういう人にも分かってもらうことが大事かなといわゆる平成点ですね学校でいうと普段の付き合いがどうなのかによってこの裁量ってのは大きく変わるわけですよあこの人は生活保護を抜け出そうとして一生懸命やってるななんとか協力してあげたいなっていうふうになればこれはいいよいいよそれもらっときなよ所属じゃないよと、うん、これは 私たちの裁量で所得じゃないようにするんで問題が起きませんっていうふうにね、逮捕版を押してもらえるような状態に自分がいるかどうかってことを生活保護受給中の方がね、意識していればいいんですけども、でもまあ生活保護を受給するってことはいろんなね、厳しい状況とか、それから精神疾患のケースとかありますんで、そこまで気回してらんないよっていうのも本当のところなんですよね。だからこれはね、やっぱりね、生活保護で暮らしてらっしゃる方、非常に厳しい状態にいる 方ばかりだと思いますのでケース若さんもちょっとねそこまで尺子定義じゃなくって、うん、手心を加えて見てあげてほしいなっていうところとそれから担当課長さんもね生活保護の方がより楽しく豊かに暮らしていけるように、うん、見てあげてほしいなと思います、うん、だってやっぱりね働けるってすごく貴重なことなんですよでも世の中には働けないっていう悔しさをね持ちながら暮らしていらっしゃる方もいるんですよね うん、いや私はね、その働かないから楽、生活保護だから得してるって考え方は、大きく誤解を受けてると思いますよ、うん。そんなにいいもんじゃないと思います。できればね、一生懸命働いて、まあ同僚の方とか、部下や、それから後輩とかと、いい関係築いて、生き生きと職場ってものを手に入れるっていうのは、なんか、すごく羨ましいことな気がしますよね。今こうやって私もね、 ほぼ仕事してない状態で見ていると、うん、やっぱりサラリーマンとして働くのって何かこう、うん、輝いててるなって気がしますけどね、はい、じゃあ以上でございますお疲れ様です。